なので今日は当時の wbc のご感想と一番印象に残っている出来事を教えていただきたいと思います里崎さんいかがでしょうかそうですねやはりね隣にも言いますけど福留さんがねあの準決勝のよみがえり福留じゃないですけどもあのね一発があっての世界一にもなれたんでねあのシーンは印象的でしたしねあとアメリカ戦のねボービデイトソンね審判のねあのー まあご心と言ってやりたいですけどもね、まあ、あのおかげでね、まあ、日本もいろいろ盛り上がってねあの素晴らしい大会にもなったんでねそういったところのいいところも悪いところもありましたけどねあの世界一になれたっていうところはたくさんの思いいですすねありがとうございます福留さんは今言っていただいたように僕自身はねあのそのホームランを、えー、まあ打ったという、えー、当事者でしたけどもやっぱその時にこにベンチに帰った時にこう一郎さんとかね、えー、皆さんがとんでもなくこう喜んで。 あの次郎さんがこう大声でハイタッチをしてくれたというのは僕はすごく印象に残ってるんですけどはい。え実は今大会でサムライジャパンを率いる栗山監督からビデオメッセージが届いているそうですので一緒にご覧いただきたいと思います。プライムビデオのイベントにお集まりの皆さん新年明けましておめでとうございます。え日本代表監督栗山秀樹です。3月9日の本番の試合に向けてそれ以前の試合 ま本当は全部メジャーリーガーたちがうまく使えるようにしてあげたいんですけど、えっと日本の野球にとってまあ、彼らが参加してくれるっていうのは、えー、本当に意味があるし、これからの子供たちやそれから野球ファン、それからこれからの野球にとってもね、まあ、本当に大きな意味が、えー、僕はあると思います。ただその大きな意味もさらにきちんと全ての日本の皆さんにお届けするためには勝ち切らないと伝わらないっていうところがあるので、とにかく勝ち切れるようにしっかりやっていきます。 もともとあれだけ例えば翔平でもそうですし松井秀喜選手でもそうですあれだけのバッターがメジャー1年目やっぱ苦しむんでねあの動くボールにやっぱりオープン戦全部出る方がいいに決まってるって僕は思ってたんでただ本人とずっといろんな話をしながらうんまあ最後はそのメジャーもそうだしこの WBC が僕の夢なんですっていうふうに松田が言ってくれたその思いっていうのは本当に重いというふうに思ったので。 迷惑をかけるかもしれないけれども、とにかく日の丸つけで一緒に戦おうというふうに今お願いをしました。まあそういうなんか日本の野球のことを自分のことだけではなくてね、考えてくれるってすごい感動したし、なんかこれからのいろんな人たちに大きなメッセージを送ってくれるかなというふうに思います。あとは細かいところのチームのバランスなんで、まあ誰が選ばれても皆さんが驚くようなことはないというふうに思うので。 どういう組織の形が一番勝ちやすいか細かいところをしっかりギリギリまで考えて発表します、えー、WBC は本当にその久々にあれだけの選手たちが集まった大会になったもう野球人としてはうれしくてしょうがないだからこそ勝ちにいきますぜひ応援のほどよろしくお願いします